2020年、令和2年、明けまして、おめでとうございまーす。皆様、良い年明けをお迎えでしょうか？はい、私、ひまわり、今年、ゆったりとした年明けを迎えさせていただいております。はい、まあ、ね、今年もよろしくお願いいたします。ということで、そうですね、今年もひまわりはですね、自分流ということで、まあ、ね、自分自身を認めて、自分が喜ぶことっていうのを、やっていくっていう風にしていこうと思っています。なので、そうですね、こう、誰かに評価されるとかっていうのではなく、自分自身が、あ、これいいよねっていうことを、やっていこうと思っておりますので、まあ、ひまわりは今年何をするのかなということで、また興味を持っていただけたら嬉しいです。はい。なので、皆さんも、ね、皆さんも多分、年末年始と、今年、まあ今年のね、抱負っていうので、皆さんもいろいろと考えられていると思うんですけれども、はい。まあその、まあ、ひまわりも、2020年の to do リストということで、いろいろちょっと書いて、ているので、まあ、今はまあちょっとここでお話はしないんですけども、はい、それをまあ一つずつ、やっていこうと思ってますので、ぜひぜひ皆さんも自分の思ったことを、ね、この一年の間にしていただけたらなと思います。ではまた今年もどうぞよろしくお願いします。ひまわりでした。